どうも、こんにちは、久保です。本日はですね、昨日出したね、フレットラップなんですけども、あれ使うとミュート下手になるんじゃない?みたいなね、ちょっとコメントがあったんで、まぁ、ちょっとその辺の見解を話していこうかなと思います。結論から言うと全く問題なしっていうか、むしろいい効果があるよっていう話でございます。はい。で、その話をする前に、昨日ですね、俺チャンネル登録者数がなんと3万人、達成いたしました。はい。これもですね、ずっと見てくれているですね、登録してくれている皆さんのおかげでございます。本当にありがとうございます。はい。YouTube 歴10年、YouTuber という言葉がない時代からですね、動画配信を始めてですね、10年かかって3万人達成いたしましたので、全然すごくないんだけど、ただやってたら3万人、累計が3万人になったっていう程度の話で、全然めでたいっちゃめでたいし、めでたいんだけど、まあ、すごいことは何もないんだけど、まあ、そんな数字のね、上ではですね、記号上3万人という感じで、まあまあいい感じの数字になったんで、皆さん、今まで見てくれてありがとう。そして今後ともよろしくお願いします。という感じが一つでございまして、ちょっとたまには座ろうか。うん、はい。で、今日のね、本題といたしましては、昨日ね、フレットラップの、おすすめというか、フレットラップってこんなもんだよっていうレビュー動画を出したのさ。で、まあ、フレットラップって何っていう人は、まあ、昨日の動画を見ていただくとして、で、その中でね、コメントであったのが、あれ使うとミュート下手になるんじゃないとか、ミュートが下手な人が使う道具やん、みたいなね。そういう、まあ、ちょっとネガティブめなコメントがあって、で、この気持ち非常にわからんでもないと。まあまあ、すごくわかる。なんかその、ミュート下手になりそうとか、こうさ、ミュートが自動でね、されるからさ、すごく便利そうで、まあ、自分のなんだろう、能力的なものが伸びなかったりとか、いわゆるなんだろう、今っぽい言葉で言うと、チートアイテム。っていう感じがしてさ、まあちょっと良くないんじゃないと、なんか体に悪いもんみたいなさ、いう感じがするっていう風にね思った人もいると思うのね。で、じゃあまあ結論から言うとそんなことは全然なくて、むしろ俺はいいものだと思うのね。で、じゃあ、まずね、まあ昨日のね動画で説明した通り、フレットラップっていうのは非常にミュートがされるから、まあミュートが楽なんでね、開放弦が無駄になったりしないから。で、じゃあこの部分で、じゃあ本来のミュートの技術がおろそかになってまうやんけという気持ち、うん、だ非常にわかるんだけども、じゃあこのミュートの技術っていうのはね、そもそもじゃあこのフレットラップなしの状態で、ミュートのさ、大事さっていうのはさ、まあ、なんとなくはみんな分かっていると思うんだよね。で、ミュートって大事なんだよなとか、ミュートをしっかりしなきゃなとは思っているけど、実際、じゃあミュートした感じってどういう感じなのとか、正しくミュートされたサウンドってどういうもんなのっていうイメージ、意外とできてない人がいるんだよね。それは他の弦が鳴ってないっていう状態って、言葉とか、なんとなくでは分かってるかもしれないけど、はい、こういう感じですってしっかりとイメージできてる人は意外とビギナーの人は少ないと思うね。で、じゃあ、そのミュートできてる状態ってどういう感じの音っていうのを体感するのに、このフレットラップが非常に役立ちます。まあ実際この開放弦がね、無駄に共振しなかったりする、このミュートされたね、きちんとミュートされた状態。この状態で弾くと、まあ非常に出音がね、スッキリします。なんでかっていうと、他の弦がきちんとミュートされて余計なとこね、こう単音で弾いてても、他の音が出ないからね。はい。で、これって、要するに、まあ自分的にはミュートをサボっても、ミュートされた状態で音が出るじゃん。はい。で、そこでね、じゃあここで、フレットラップを使うと、すごいきちんとミュートされた、出音のスッキリした音が、自分でサウンドが体感できます。はい。で、これでミュートって大事なんだよなって思って、じゃあこれを外して、フレットラップ外して同じように弾いてみようってなった時の、この違い。自分がミュートできてない時とフレットラップをつけた時に弾いた時の違い。この違いを体感できるかできないかってめちゃくちゃでかいの。なんとなくミュートって大事だよなって思って普通に弾いて、なんかミュートって大事らしいよ。まあこの辺をこうちょっとね、こう空いてる弦で押さえてみるかっていう風に思って自分はミュートできてるぜって思うか、フレットラップ一回使って、あ、ミュートちゃんとできてると、こういう出音なんだな、っていう風な体感をしてね、そういうようなイメージをして、もちろん完璧ではないけどね、そういうようなイメージをして、フレットラップなしで弾いた時に、あ、俺ミュートできてないじゃん、っていう風に気づける。これ、超恩恵だから、マジで。うん。だから、シンプルに、これ使ったらミュートをサボっちゃうよね、とか、ミュートの技術身につかないよね、っていうのは、全く真逆で、これを使うことによって、ミュートのイメージができるんだよね。だから、逆に言うと、俺、フレットラップ一回使った方が、あ、ミュートをちゃんとすると、ここまで出音スッキリするんだな、とか、あ、こういうサウンドになるんだな、っていう風に気づけるんだよね。それってね、すごくでかい。だから、フレットラップをもし使って、
ってしまうと、ミュートとかね、自分の実力が身につかないんじゃないかって心配してる人、全く問題なくて、むしろ一遍は使ってみるべき。で、使ってみて、あ、こんなに違うんだなっていうのを体感すると、もう全然ワンランク自分が一歩レベルアップすると思うので、積極的にむしろ使っていこうねっていう感じ。フレットラップを使いっぱなしにするんじゃなくて、フレットラップを使って体感して、フレットラップを一回取るという感じ。で、それで、より上のね、ランク、すごい、だからそれこそ超絶テクニックとか、すごいスキルになった時にフレットラップをあえてまた使ってあげると、さらに新しいアプローチとか、新しい、なんだろう、クリエイティビティが発揮できるという感じで、だから全然、フレットラップを使うっていうことに、全然否定的に思う必要はないんじゃないかなと思います。はい。で、あとね、まあちょっと小話的な話をすると、そもそも、まあなんだろう、こういうチートアイテムっていうかさ、なんかこう、新しいアイテムっていうのは、どうしても人間って、否定しがち、になります。これはまあ、俺自身もそうだし、人間誰しもそうで、なんか、なんだろう、チートアイテムっぽいものとか、新しい技術っていうのは、とりあえず、本能的に否定したくなります。なんかそんなの良くないんじゃないっていう風に。これは人間の防衛的な本能なので仕方ないです。で、これね、もう考え方なんだけど、例えばこのフレットラップって良くないんじゃないって思ってね、まあミュートが楽できちゃって良くないじゃんみたいな風に思う。この感覚ってもう本能だから、もうね、どんなものにでも言われてきたの。だって、エレキベースなんて1950年頃には、そもそもコントラバス、ね、多分中には言ってるやついたと思うんだけど、コントラバスが弾けないね。コントラバスって音程も取れないやつが使う。っていうか、あんな重いものを持てないやつが使う楽器だよってバカにしたやつ絶対いるんだよ、世界のどこかに。多分アメリカとかに。ね。そうやって、新しい技術って必ず否定されているんだけど、今このエレキベースを弾くのをバカにする人いないじゃん。むしろ、弾けんだって思う人ばっかりでしょ。そうやって、新しい技術とかって必ず否定が絶対入るの。で、それはフレットラップも非常に同じく。例えばさ、多分だけど、車ってね、自動車ってさ、今みんな普通に乗ってるけど、多分あれが、発明された最初の頃に、絶対ね、こういう新しいものを否定するね、この本能に従って、あんなもんは、あんな機械、なんだろう、馬を操作できない、なんか、馬の扱いをできないやつが乗るもんだよって否定したやつ絶対いると思うんだよね。で、まあ、そう。で、割とね、それで賛同者いたと思うんだよ。そうだよ。あんなもうね、あんな機械なんかね、まともに走れないんだから、ガソリン入れないと走んないんだから、馬なら自由自在だぜとかいうやつ絶対いたと思うのね。だそれと同じく、それってまあ歴史、こう、後から進んでみるとさ、今そんなこと言うやつ誰もいないわけじゃん。まあ、世界にどっかには馬の方がすげえよって言うやついるかもしんないけど、でもまあ、おおむね自動車の方がどう考えても便利やん。っていうか、自動車がスタンダードになってるじゃん。だから、そうやって新しい技術っていうのは人間は必ず否定したくなる本能が、あります。これは若者、お年寄りとか年齢関係なく多分誰しもがそういう本能があるのね。で、なので、なんかせっかくだから、なんか覚えておいてほしいのは、こういうフレットラップみたいななんかチートアイテムっぽいもんとか、なんか今まで見たことないようなもんがあったら、あ、人間って否定から入りやすいんだなって思っておくだけでも、こういうのね、見た瞬間に、いや、こんなダメだろって思ったら、あ、そうだ、こういう風に人間って思ってしまいがちなんだよね。ちょっとそういう目で見るのをやめてみようかなっていう風に、まあちょっと公平な視点で見るみたいな意識を持ってあげるだけでも自分の考え方とか自分のレベル、なんつうんだろうな、演奏技術とかそういうのいろんなものを含めて、割とスムーズにね、成長していけるんだよね。そこで、なんかわかんねえけど良くないもんだよ、あれとかさ、なんか先生が言ってたからあれは良くないもんだよっていう、もう完全にさ、これって、なんだろう、客観的に聞くともう思考停止感半端ないじゃん。まあそんな感じでなんかわかんないけど否定するっていうのはすげえもったいないことなんだよね。基本的に、まずはフラットにさ、まずは公平にね、なんか新しいもんでちょっと否定したくなる気持ちもあるけど、ちょっとどういうもんなんだろうな。むしろこれはいい使い方できないのかなっていう風な考え方を持ってあげることによって、まあせっかくね音楽とかやってるから、いわゆるクリエイティビティみたいな創造性みたいなね、そういうのが豊かになっていくんじゃないかなと、思いますんで、まあもしですね、そんな考え方もありますんで参考にしていただければという感じです。はい。まあ結局ですね、最終的に言いたいのはフレットラップ使ったからって下手になるとかミュートができなくなるなんてことはなくて、むしろ、ミュートがちゃんとできた出音を確認する、そういう体感ができるっていう面で言え
えば、むしろミュート上手くなるんじゃねえというような感じでございますので、皆さん安心して、お使いいただければなと思います。別に俺フレットトラップの回しもんでも何でもないからね。これどこのメーカーかもよく分かってないからね。まあそんな感じでございます。まあ要は新しいものとの向き合い方みたいな話かな。はい。そんな感じでございます。今日はちょっと雑談っぽい感じでお送りしてみました。ちょっと久々に俺座って喋った気がするわ。はい。まあそんな感じと、でございますので、皆さん、チャンネル登録者が3万人を超えましたが、今後とも皆さんよろしくお願いします。これからもですね、ベースを大して引かずレビュー動画を出し、やる気が落ちたら、こう、雑談動画になるみたいな。別に今やる気をしてないけど、やる気が落ちたら、ラジオ的な雑談になったり、配信しなかったりみたいな不誠実な感じでやっていきますので、今後ともよろしくお願いします。はい。というわけで本日の動画は以上でございます。また面白いなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。それじゃあ、また次回の動画で、バイバイ。